朝倉さやと申します。21歳山形県出身、今見出して山形弁でみんなが知ってるみたいな歌を歌ったり、あの大好きな民謡大好きなんです。民謡を歌ったり自分で曲を作って歌ったりしていますそれでね、次に聴いてもらう曲、スピッツさんのロビンソン山形弁バージョンなんだけども、これは1月の1日に、初めて朝倉さや歌う人としてテレビさ初めて出た時のね、思い出の曲です。山形弁ロビンソン聴いてください。でもなんかね、このひいばあちゃんとお母さんが民謡が大好きで、その影響で民謡がずっと大好きなんだけど、山形出身なんだけど民謡は47都道府県全部にあんの。それでね、こう私今東京さ今住んでたんだ。でね、ちょっと今日一節三味線を使って民謡を歌う前に東京音頭、みんな知ってますか？知ってますか？さっきあんた知ってるよって人、拍手。おー、結構知ってた。じゃあちょっと知ってる人、一節一緒歌ってみませんか？いきますよ。はー、踊り踊るなら、ちょいと東京音頭、花の都の、花の都の真ん中です。民謡が大好きでよ、小学校の時と中学校の時に全国大会さ出たいっつって、もう頑張って頑張って頑張って全国大会に出て日本一になった民謡があります。新庄節という曲なんですが、今日は新庄節を聴いてください。
緒に今日はみんなさ、いつも私が感じているハッピーな気持ち、そして嬉しい気持ち、ありがとうな気持ちは今日は倍返しと言ったので、今日は一番新しい曲、ありがとうという曲聴いていただきたいなと思います。これはね、12月にリリースするんですが、今CD ジャケットね、こう何すっかなって考えた時に、あ、これはみんなさん向けて作った曲だからって、みんなの笑顔で埋め尽くしたいなと思ったの。だからね、今 CD ジャケットに乗る笑顔を募集中です。朝倉さや .com にてぜひ送ってみてください。だから心込めて歌います。ありがとうという曲聴いてください。